元キングプリンスメンバーが結成、ナンバーアイ発表配信、同説は約67番人。ユーザーローカル提供の生放送リアルタイムランキングをもとに、日本のインターネットの一週間の動きを多角的に紹介する、ワニークリーンホットストリーミング。政治ニュース、ゲームの大会、アイドルのライブ、VDU バーの配信。 様々なジャンルの話題が飛び出すこの連載を読めば、あなたもきっとインターネットの多様性と面白さに改めて気づくはずだ。なお、ランエキングの使用上、国外の配信の情報が入ったり、カウントされていない配信もあるだろうが、その点は何とぞご容赦を。今回は10月15日日曜日から21日土曜日までのトピックスを紹介。 この週はスマイルアップ、旧ジャニーズ事務所、関係の生配信が上位に複数ランクインした。出展、生放送リアルタイムランキング。スマイルアップに一部社名変更。生配信でも新発表が続く子ジャニー北川さんの性加害問題でジャニーズ事務所は、17日社名を、新シェイプに。世間からもその動向が注視される中。 公式サイトのみならず生配信でも様々な発表が行われた。2018年頃までインターネットでの情報発信に非常に慎重であった同事務所。今では SNS を巧みに使い、インターネット上でも確かな存在感を放っていることは興味深い。プラットフォームの移行をものともしないファンベースの強さを感じさせる。 キング・クンス・合体タイ組がナンバー・アイ、結成。同説は約67万人システムの仕様でランクインしなかったものの、この週の実質1位の最大同時接続者数を記録したのが、滝沢秀明さんが代表を務める戸ベの YouTube チャンネルで行われた、緊急性配信ナンバー・アイ。 これは9月末にジャニーズ事務所を退所した元キング・アンド・グンス・キシ・ユータさんの飛べ介入、さらに同じく元キング・アンド・グンス・ヒラノ・シオさんとジングージ・ユータさんと共に新グループナンバー・ I を結成することを発表したもの。同配信はなんと67万人近い最大同時接続者数を記録し、さらに X、旧ツイッターで関連ワードが世界トレンド1位になった。 人気グループキング・アンドクスの脱退メンバーが合流して活動することにグループのファンにとどまらず広く世間が注目したことが伺える。ウェスト、元ジャニーズ・ウェストの解明発表も約53万人を記録また、同説53万でこの週の実質にイランキング上では1位にランクインしたのがウェスト。 旧ジャニーズ WEST の公式 YouTube チャンネルで行われた新グループ名発表します。赤ジャニ、平成ジャンプなど名称にジャニーズや J の要素を持つグループの今後が心配される中、ジャニーズ WEST がいち早くグループ名をベストに変更することを発表。同件についての心境やグループ名に込めた思いがメンバーそれぞれの口から語られ反響を呼んだ。 さらにジャニーズ事務所の社名変更を受け、他にもジャニーズ JR がジュニアに名称変更。ジャニーズショップが閉店。ヘイ、セイ、ジャンプが J ・ジョニーソーという歌詞があるデビュー曲のアルトラ・ミュージック・パワーを今後歌わない方針と表明。など、様々な部分に影響が及んでいる。ジョニース・ゲイミングルーム。 も、放課後ゲーミングライフ2回目ランキング上で67位に入った放課後ゲーミングライフもスマイルアップアップの名称変更の影響を受けたチャンネル。もともと、ジョニースゲーミングルームというチャンネルだった同チャンネルは、ジャニーズ事務所のゲーム好きなタレントたちがワイワイとゲームするコンテンツで人気を博していた。 9万近い最大同時接続者数を集めた生配信目指せハイスコア。佐久間大介が話題のゲームに挑戦。スイタゲームではスノーマンの佐久間大介さんが任ンタスイッチ版が200万ダウンロードを超えた大ルームパズルゲーム、スイタゲームをプレイしている。7C。